星勝の神戸からこんにちは。こんばんは、星勝です。こんばんは。はい、こんばんは。でもお昼見てる人もいるかもしれないですよ。こんにちは、おはようございます。もういろんな方がおられると思いますけどね。はい、まあ、今年最後のこのね、そうですね、動画というかなりましたけれども、はい、うん、まあ、今年を振り返るとおじさんにとってはもう大事なね、そうですね、締めの、ね、年になりました。もうおかげさまでね、まあ、牛尾さんもご存知の通りずっとやってきてますのでね、はい、なんかすごい反響があったなと自分でもやっぱりそう思いますしね、はい、8月でしたね。そうですね、25周年記念曲、今バックにかかっているのはカップリング曲のありがとう、愛するあなたへ。そうですね、はい、でもう1曲が神戸の人、うん、そうですね、まあ、全然雰囲気ちゃうんですけどもね、はい、はい、まあ、これは共にのご自身の作詞作曲、ね、そうですね、はい、そういった点で作るご苦労もねあったかと思いますけれども、でも作った後の快感ですかね、うん、すごくいいですね。あ、でまた評判がいいとなるのなおのこと嬉しい、いい形で年を、ね、はい、そうですね、はい、明けられる、まだまだね、これがね、本当ね、これからもっともっと頑張っていく。そうですね、はいはい、ですから、まあ、25周年来年も引き続きということに、ね、そうですね、はい、なりますけれども、うん、まあ、本当に忘れられないこの、ね、2016年に、うん、おじさんにとってはなりましたが、はい、年明け早々またビッグイベントが控えておりまして、はい、ございます、はい、パラリ、あ、逆ですよ、ね、あ、逆ですか、失礼しました。逆でしたか。これがね、生の放送のね、今年やるんじゃないかなと私は思ってたんですけど。これです。そうですね、2月の19日そう、はい、タルミのレバンテホールです。うん、はい、はい、かこれちょっと星さんから、はい、説明していただきましょう。主演がね、星勝で、あ、ちゃんか純烈というね、去年まではね、まあ、今年までいっぱいですけどね、純烈、はい、ね、さんは6人ですけども、1人が家庭の都合で辞められまして5人になります。来年からはね。そうですよね、はい、それとこの5人組と工藤彩乃ちゃん、都築美由紀ちゃんね、美由ちゃん、美由ちゃんですね、はい、はい、この可愛い子たちと一緒にまた2月19日にショーやりますので、ぜひ皆さんおいでください。はい、ね、スペシャルなことも考えておりますので、スペシャルなサプライズというかね、サプライズをいろいろ考えております。はい、ちょっと、ね、今までにない、そうですね、歌謡ショーになろうかと思います。はい、ぜひちょっとね、どぎもを抜くような感じになるかもしれませんけど、ね、はい、はい、まあ、いつもに比べますと開演が30分早まっております。そうです、1部が11時半で、第2部が、3時ですかね。そうですね、はい、はい、ということになってます。ぜひお出かけ。で、結構あれですよね。そう、チケットも、もう前売りはね、だいぶ出ておりますので、ね、はい、お急ぎ。なるべくならね、早く、はい、お買い求めていただいたらいいかなと思います。はい。はい、ということで、皆さんぜひ、はい、お仕込みいただきたいと思います。ぜひぜひ。はい、ということで、うん、じゃあ来年に向けて、そうですね、最後に。はい。はい、ますます、自分自身が向上できるように、そして、皆様と共に歩んでいけるように、この星勝が頑張りますので、また応援のほどよろしくお願いします。そしてね、この、まあ、私と一緒にずっとやってくれてる牛尾淳さん、それと他のスタッフ、ともどもにね、一生懸命、今度の2月19日は頑張りますので、ぜひ見てください。ものすごく楽しいと思います。あ、これは間違いありません。楽しくなるのは間違いありません。はい。はい、ですからね、言うと、まあ、僕の大好きな人間と一緒に仕事をやれるということが大好きなことです。それが一番嬉しいことですね。また来年になって、吉田さんもね、まだまだ一緒に、はい、汗流してお互いに頑張っていきたいと思うんですけどね。はい、はい、皆さんもご視聴お待ちしております。そうですね、ありがとうございます。はい、ということで、年内最後ですので、ちょっと早いですけどもね、はい、皆さん、良いお年をお迎えいただきたいと思います。はい、そうです、本当そうです、はい、ね。もう風邪をひかないようにしてくださいよ。はい、インフルエンザ打てよ。ありがとうございました。